トゥモローバイトゥーゲザーは、日本ゴールドディスク大賞初受賞で2冠。ニューアーティスト・オブ・ザ・イヤー・ベスト3ニューアーティスト賞を受賞。パープルキスの日本人メンバーは、ユキ。2002年生まれのメインラッパー。デビューアルバムイントバイオレットのショーケースを開催。ママムの妹分として大注目。20、日テレ系プレミアムミュージック2021に出演決定。3月24日19コロン00、四島の生放送。ポピン一重陰陽符シェイキン一重陰陽符をテレビ初披露へ。男子サッカーは、日韓戦の韓国代表リストを発表。ソンフンミンら欧州組も含まれる豪華メンバー。今月25日に横浜で開催。日韓の親善 A マッチが行われるのは2011年8月、札幌での対戦以来、10年ぶり。校内暴力騒動で活動を自粛している与謝アイドルス陣の近況写真が公開される。キューブ代表の誕生会とみられ、代表の弟が SNS に公開したもの。14日にオンラインコミュニティから拡散。素人は一番左。なぜ、今アップするの？会社の雰囲気がよくわかる写真などの声。BTS、防弾少年団、グラミー賞での単独パフォーマンスを成功裏に終える。俳優ユアインと女優チョンユミの SNS 上でのやりとりが話題。ユアインがバスに掲げられたチョンユミの広告写真を掲載しそこで何してるの、と投稿。それを見たチョンユミはソウル見物だと返答。ニヒトは先月、青龍映画賞で人気スター賞を受賞している。